バイクを操る技術にはこれっぽっちの不安もなかったが、低位置変化する路面とタイヤの感覚にはほとほと手を焼いた。バイクの端っこに存在するタイヤを我が分身のごとくにして路面を感じていくことは決して生易しいことではない。自分を許してしまう、それが嫌で可能性を 100% 引き出そうと必死になった。そうすることによって僕はライダーとしての満足感を得、そしてレースを感じてきた。日本人としてただ一人のロードレース世界チャンピオン片山孝澄は1985年の7月、シーズン中にもかかわらずベルギーグランプリを最後に、その10年間に及ぶグランプリライダーとしての生活に別れを告げた。1974年に世界グランプリへ出場して以来、世界チャンピオンにまで階段を上り詰め、世界のトップライダーとして君臨し続けた片山孝澄。彼のレース哲学はありったけのエネルギーをレースにつぎ込むことだ。それは彼がロードレースを始めた1971年から変わることのなかった一つの鉄則でもある。中でも世界チャンピオンとなった1977年のシーズンをはじめとして、自らプライベートチームを組んで転戦を続けていた頃の彼のレース生活は、そのレース哲学を最も象徴していた時代とすることができる。そうすることで片山孝澄は世界の片山となり、チャンピオンライダーとしての生き方を確立していったのである。その道のりの中に、突然の引退を決意した彼の心理を解き明かすいくつかのキーポイントを見出すことができるはずだ。国境を越え、陸続きのヨーロッパ大陸の中をレースを追いかけるジプシー生活は、旅という言葉に漂う楽しさとはあまりにかけ離れたチームに過酷な状況を強いる。賞金やスターティングマネーを稼ぐことで、マシンやパーツの費用をはじめとして生計を立てていかなくてはならないプライベートライダーにとって、年間12戦から13戦の世界グランプリだけではなく、毎週末各地で開催されるインターナショナルレースなど、できるだけ多くのレースに出る必要があるからだ。マシンからパーツ、その他一切のレースに必要なものを積み込んだ大型のバントラックに、メカニックたちのキャンピングカーをつなぎ、レース場での我が家となる自分のモーターホームを運転して、孝澄はこのコンチネンタルサーカスと呼ばれる生活に明け暮れていた。週末のレースが終わると次のサーキットへ移動する。それは時に数千キロに及ぶ長距離となる。常識的にはそれだけで旅の疲れが出てしまい、レースをする以前に闘争心を失っても不思議ではない。そして到着したサーキットのパドック、各国のチャンピオンクラスのライダーやチームが集まるここパドックは、レースのプロフェッショナルたちの仕事場でもある。イタリア語、フランス語、そして英語やオランダ語など各国の言葉が飛び交う。互いにしのぎを削り合うライバルの関係にありながら、仕事仲間としての共通の意識から時には助け合う、一種微妙な共同生活だ。旅の疲れを癒す間もなく、孝澄は自分たちのチームの設営場所を決め、マシンを整備するテントを張り、レースへの準備をスタートする。各サーキットへの移動を含め、孝澄の中にはその年のシーズン全体が一つのレースだという考えがある。サーキットへ着いてから、もしくはプラクティスが始まってからレースがスタートするという意識では、到底世界の強豪を相手に自分の優位なポジションを獲得することはできないからだ。やれることは何でもやり、できるだけ自分の思う通りの状態を得ることが、その走りを少しでも納得できるところへ結びつけられる唯一の道。孝澄はそう信じて、メカニックたちに考えられる全てのことを託していた。ほんの少しのことでも気になることをまず取り除いておくことからそれは始まる。ちょっとしたことでも妥協をしない。言葉を変えれば、わがままを押し通すくらいでないと全てを自分の思う通りの方へ運ぶことができないという考え方だ。レースでの走りを
100% 発揮することを前提とすると、ライディングポジションやその他小さなことでさえ 1% でも足を引っ張っては持てる力を出し切れないことになる。そのためメカニックたちはほとんど休む間を与えられなかった。膨大な仕事の量を抱えてパドックでは徹夜の連続が日常のことになった。しかしライダーとしての高積が世界チャンピオンというたった一握りの人間に許される頂点を獲得するためにありったけのエネルギーをつぎ込んでいることを理解しているメカニックたちは、彼らとしてもできる限りのことをやってのけることをごく当然のことと考えていたのである。もっとも世界グランプリでチャンピオンになるようなライダーは高積と同じように大抵自己主張の強い強烈な個性の持ち主であることが多い。そうでもなければここ世界グランプリで頂上を極めることは不可能なほど、全日本などのナショナルレースとは比べ物にならない厳しさに満ち溢れた世界なのである。よほど高いレベルの了解点がないと人間関係にもすぐにギクシャクしたところが出てしまう。それを克服できるだけの一体感がチームになくてはグランプリを戦い抜いては行けないのである。この70年代の当時、同じ日本人として世界グランプリを転戦するプライベートライダーに根本健がいた。高積の友人でもある彼によれば、周りの人たち、ライバルのライダーやチームに威圧感を与えるほど高積のエネルギーは目立って強いものを感じさせていたという。日本人の感性はどちらかというと人との輪を大切にするものだから、ただでさえ自己主張の強いヨーロッパの人たちの中に放り込まれるとそれに負けてしまいがちになって自分を出しにくい。高積はそこからして違っていた。何にでも興味を示し、それを全て自分のものにしようとする。そのエネルギッシュな感性が世界チャンピオンとしての高積の素質だったのかもしれない。世界グランプリを走れるライダーともなると、テクニックは誰でも同じようなものだから、どれだけ優位な条件を揃えられるかが勝負を決める大きな要因だと根本健は断言する。レースへ向けて全てをつぎ込もうとする高積、少しでもネガティブなところはなくしておきたい。レースが終わった時には勝っているか否かの結果しかないのだ。グランプリライダーとして世界チャンピオンを目指すには勝つための状況作りに専念する。当然のこととはいえ、高積はこれをどのライバルたちよりも強く意識していた。ほっとしたらそこでそのシーズンの結果はそれ以上を得られないからだ。チームの体制作り、各サーキットへの移動、予選、そして決勝レースと、どの段階でもここでたどり着いたと思ったら負けてある。一つのレースを終えてもまた次のレースへ向けて変わらない流れの中に自分を置いておこうと高積はあらゆる努力を惜しまなかった。メカニックに要求するマシンのコンディションは些細なことでも見逃さない完全なものだ。全ての部品がチェックされ、慎重に組み付けられていく作業は夜を徹して続けられていた。時には自分自身の手でレインタイヤへ水を刻む姿が見られ、タイヤメーカーから供給されるものではライバルと同じ条件になる。しかしレインタイヤなら自分でイメージをしたパターンを作って差をつけることが可能になる。バンジーがこの調子の高積のチームがパドックで際立っていたのは、当時のどのライバルたちも認めるところだったのである。
決勝レースでのスターティンググリッドを決める予選が開始となった。あらゆる可能性を引き出そうとする高澄は、いっぱいに引かれた弓から放たれた矢のようにサーキットを攻める。あらう限りの状況を試しておくこと、それが高澄にとってのプラクティスだった。メカニックもエンジンはもちろんのこと、サスペンションからタイヤまでそのセッティングが 100% のものであるかを探ろうと、与えられた時間の中で最大限の組み合わせを試そうと必死である。高澄の走りは 350cc クラスで世界チャンピオンを取った当時から、前後のタイヤを滑らせながらコーナーを駆け抜ける両輪ドリフトを駆使したもので、 250cc350cc クラスではライバルに脅威を与える抜群の感性に満ち溢れていた。むしろ他のライバルたちに影響を与えていたと言ってもよいだろう。フルブレーキングからマシンをバンクさせていく過程でマシンの向きを変えてしまい、誰よりも早くスロットルを開けてドリフトのままコーナーを立ち上がる。そのスライドのコントロールをするために、幾分アンダーステアを強めるライディングで、どちらかというとややリンウィーズのポジションを取る。各動作にメリハリをつけたその走りは、誰よりもシャープでストイックな彼らしさに包まれていた。自分のイメージした走行ラインに少しでも近づけて新たな可能性を見出すと、メカニックにセッティングの変更を告げる。こうして決勝レースまで多くのことを積み上げていくのが高澄のやり方だった。ヨーロッパのコースは一般公道を閉鎖したレースもあるくらいで、グリップ走法では走りの限界が低すぎて勝負にならないと根本健は言う。それを超えるにはかなりの決断と強い信念が必要だ。かといって転倒して骨折でもしたら、いくつかのレースを休まなくてはならない。このあたりの判断が日本人ライダーにはつけにくいと思う。日本のサーキットではグリップ走法でもドリフト走法でもあまりタイム差が出ないことが一つの原因かもしれない。根本健の言う十分に苦しんだという言葉には、世界グランプリを知る男としての重みがある。